マミムメモさやかです。ゼノブレイドパート21です。この辺の地図を埋めてたっていうか、まあロケーション探しをしていた時にですね、まあモンスターとほどほどに戦っておりまして、ちょっと装備が変わりましたね。ちょっとかなり変わりましたよね。そしてですね、アーツセッティングをちょっと変えました。もう技自体変えた感じですかね。まあ主力は変わってなくて、まあ場所移動はした感じで、でダンバンさんがの使うアーツをちょっと変えてみました。でまだ中堅のアーツ買ってないんで、このままですね、ちょっとその時間に行かないと。であとカルナーさんもちょっと変えましたね。位置も変えました。でまあラインは変えてないですね。何がいいのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ今のところはね使う予定があまりないので、まあ、こんな感じでいこうと思います。でですね、ここが可愛いっていうなんか頑張ってますもんってさっき言ってました。そんなわけでね、メリアさんをに会うために今一生懸命上に登っておりますね。え、勇者ここら辺マジで。うわ、リキの家だって。リキって、え、待って、リキってささっきなんかあれだよね、あの道具屋、さっきつか前回のパートで道具屋にさ、なんかアーツの書かなんかがあって仲間になるんじゃねえのみたいな、そんな予測を立てた人だったよね。ここは何？お、外やん。うおー、絶壁絶壁つか。これ絶対海だよ。すっごい綺麗これ。何？どうやって行くの？いつ行くの？こっちでいいのかな？あー、増えてるね、数字。なんだろう、こっち。あ、なんだろう。高層住宅版。版？板？なんて読む？まあでもいい感じに来てるっぽい。え、自分のことを抱きしめるって誰に言ってんの？この人？キュワーキュワー、アッシュフォックス、キツネ4匹でモフモフだって。あ、しかも持ってたっていうね。モフモフしてる？そんな幸せになりたかったらもうちょっとね。まあでも人の幸せっていろいろあるからさ、私が口出しすることじゃないかもしれないけどさ、そもそも人じゃないけど。ノボンの秘密？へえ、なんかそんな気はするよね。てか話せそうだよね、チョッパー的な意味で。お、村長、村長の家こんなんなん。へえ、入りたいんだけど。なんか狭そうで結構広いかもしんないですね。こっちで合ってんのかな。一応数字減ってるけど。あ、なんだなんだ、こういうクエストあったっけ。よいしょ。ああ、はい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 。そんなこと言って1800ももらった。っていうかレベルがそういえば上がりましたね。そうなんだ、すごいね。なんかオルゴールになりそう。これで前回倒せなかったゴトウィンだっけが倒せるようになるんじゃないのレベル差で勝とうっていうね。あ、絆トークだ。まだ。あ、なになに、イベント、ストーリーイベントかな。あ、いた。メリア、一緒に来てくれるんじゃないのかい。メリア、君は一人なのかい。仲間は？あれは私の手で倒さねばならぬ。それが死んでいった者たちへの供養なのだ。でもそれでメリアさんが死んだらね。そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。あ、彼女に受けた傷。まさか君が倒すべき相手ってテレシア？
なぜそなたがテレシアを知っておる？さっきエーテル結晶を取りに行った時に襲われたんだ、そのテレシアってやつに。まあなんとか倒せたけどね。テレシアを倒しただと？そなた何者だ？でもあれオリジナルじゃなかったんでしょ？あたかもオリジナルを倒したかのように言うけど。なとその剣でテレシアを。彼は分身って言ってた。本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。君なんだろ、テレシアに傷を負わせたのは。メリア、我が祖国から逃れ出た奴を追って私はこの地に来た。奴は野放しにできぬ。我々やこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか？同情か？違う。ならば哀れみか？そうじゃない。ただただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。どういう表現？助けたいんだ。なぜそこまでする？そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ、黒い高い塔の頂で僕は君と一緒に戦っていた。あの顔つきの鬼神兵と、そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シュルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シュルクはさ、見えるんだよ、未来が。未来が見えるだと？よまいごとを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな、俺。私よ。ああ、そうか。まあとにかくだ、俺たちはシルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場にいたってんならなおさらだ。この話乗るぜ。俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるような野郎はクズだ。ちょっと待ってくれ。私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。メリア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちのせっかくの申し出、良いではありませんかも。ことは我らの生活にとどまらず、このマクナ全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。来た。しかし村尾さん、お供が本を踏むだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてればなんつう言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃも。わしは先に下に降りていますじゃも。ではごめんですじゃも。なんかペラペラとことを進めていったね。ノポンの勇者ってうさんくせえな。どんな子だろうね。そう言わずに行ってみようよ。ピンクがいいけど青だろうな。青か緑、どっちかかな、きっと。さっきメリアさん使ったときさ、ちょっとさ難しかったからさ、ふいふい、あーいかん、これ落ちにゃいけんやろ。これはもう落ちるしかない。どこにつくん？ヒーッとーん、貯水池か。よし、こっから戻るかランドマークから戻るか。そりゃもうランドマークの方が早いっちゅうね。ここか。いきなり行っちゃっていいかな。他にやることないよね。ここリッキーさん、お待ちしておりましたじゃも。勇者、息を呼べじゃも。痛いよ、かわいそうに。もちろん。
なツンデレすぎる。村長の目が開いた。なんか開眼するんかね。紹介しますじゃも、今年の伝説の勇者。今年の息ですじゃも。はにゃ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 。よお友達、今年の伝説の勇者に選ばれたリキだもん。よろしくも。よろしく。こいつは愉快だ。またなんか楽しいパーティーに。勇者ね、いささか心もとないが、まあいいだろう。でシュル君、そのテレシアってやつは強いのか。はい、動きが素早くて僕らの思考を読むんです。ほう、思考を読むか。そいつは厄介だな。思考の方はモナドの力でなんとかなりましたけど、それでもかなり手こずりました。話を聞くに、これから俺たちが相手をするのはその親玉みたいなもんだろう。お前ら一瞬たりとも気を抜くなよ。はい、元よりそのつもりだぜ。それとメリアはエルト会への大事な道案内人だ。その案内人の身に何がありでもしたら寝覚めが悪い。目的はただ達成すればいいってもんじゃない。そこんとこも忘れるなよ。はい、そなたたちは。すまぬ、私が不甲斐ないばかりに。そういうの一個なし。ダンバンさん、ええの。大恐竜テレシアについて詳しいことはリキに申し伝えてありますじゃも。では本ホモの方々、頼みましたも。あいよ。まあ使うかわからんけど。みんなよく聞くも、大恐竜はすんごく強いんだも。準備しっかり、リキの装備もしっかりが大事も。君の分も装備を用意しろってこと？その通りだも。お前賢いも。準備できたらリキのとこに来いも。出発はそれからだも。なんかすげえずうずうしいやつだな。テレシアの情報もすんごく強いもだけじゃねえか。なんか押し付けられた感がするのは気のせいかしら。そうね。勇者のお願いよね。お金がないんだよね。だってツケが溜まりまくってるって言ってるんでしょ。しかも絶対さ、あれだよね。おっと落ちる。ツケが溜まりすぎて買えないっていう、あのお店の人が構ってくれない的な意味で。セイバーグローブ、何これを一気にあげればいいん。穏やかじゃないですねって言わんやったね。キノコノコノコ元気ノコ。昆布だけなんかほどほど持ってると思うんですけど、そんなに8個も持ってない気がする。持ってないね。今何個持ってんだろう。ここに出るのかな。出ないよね。柔らかキノコ出ないね。全然終わってないじゃん。かもこれ2あったけど1がないね。まあこの辺もまあおいおい。時計マークついてないし、まあ時間がある時にでもやっておこうと思います。ところで防具屋さんって、あ、防具屋さんは防具屋さんか。で、リキとコーラ、こういう時は1ボタン安定。あれ、クエストのびっくりマークがない。あ、いた。2階か。リキの家、自分の家で待ってるってこと？あれ、自分の家ってそんな2階やったっけ。4階とかじゃなかったっけ。まあいいや、登るよ。の、こっち。あ、買わんねえけんのか。ぶっこんだ武器屋さんね。戦士のつくつく、あ、終わったっぽい。おい、私
が買ったん。でも多分ストーリークエストだからお金いらんよね。よし、これで準備バッチリも。じゃあお供のみんな出発するも。で、どこにテレシアがいるか分かってるんだろうな。もちろんも。メリアちゃん、大恐竜傷つけたって言ってたも。ああ、ほんの少しだが。傷ついた大恐竜はエーテル結晶のとこで休むらしいも。だからエーテル結晶探せばきっと大恐竜もいるはずだもん。これドンガが言ってたから間違いないもん。ちっとはマシな情報を持ってるじゃねえか。じゃあエーテル結晶を片っ端から回ろうぜ。つってもエーテル結晶ってなんかいっぱいあったような気がするんだけど。端からか。リキ、君はなんで勇者になったの？うん、そこ聞きたい。ドンガが選んでくれたんだもん。選ばれた？生まれた時からの宿命とかじゃなくて？違うもん、ドンガの勘だもん。勘？なんで驚くも？勘が当たるから預言者だもん。なるほど、勇者だの英雄だのってのはそうやって生まれるものかもしれんな。でも、こんな小さな子を勇者に選ぶだなんて。リキ、村に借りがいっぱいあるんだもん。お金的な意味で？大恐竜を退治すれば全部なくしてもらう約束なんだもん。だから勇者に選ばれたことは嫌じゃないんだもん。どんな理由なん？いいのかそんなんで。もうどうしよう。ツッコミどころがありすぎてどっからツッコめばいいかわからんよ。とりあえずエーテル結晶を探せばいいのか。てかテレシアってさ、前なんかあの若本さんが来た時にさ、あのそれで囲まれた時になんか助けてくんなかったっけ。なんかそのせいでなんかいいイメージしかないんですけど。あ、そう、このパートを開始する前にこの辺うろうろしてました。どの辺、とりあえず腐敗した森どの辺がいいかね。ここら辺行ってないからさ、ちょっとこの辺から攻めてみるか。さてこの辺はカットしようかすっごい迷うね。あ、出てるじゃん。千いくら、千いくらって遠いかな。こっちとどっちが近いかな。ん？あ、右側か。右、ここはどう？ん？あ、違う違う違う、ここか。あー、あんま変わらんね。まあ適当に頑張るか。あ、でもこっちから行ったら怖い目に遭いそうだけど、どうしようかな。あった、あれでしょうねきっと。あれ、前ここ来た時あったっけ、あんなの。なんだもうここ、敵こんなの初めて見たもん。つか武器変えたんですけど、完全に神王がなんですけど。ここまで変異が進んでいるとは。あ、どういうことやったん、ここ腐敗の森。これが全てテレシアの仕業だというのか。テレシアは周囲のエーテル場を吸収し枯渇させる。あ、そうか、エーテル場が枯渇すれば周囲の生態系は大きく崩れてしまう。シュルク、テレシアは人の心を読む。直接攻撃はまず効かぬものと思った方が良い。知ってるよ、触覚を切り飛ばせば思考は読まれないってこともね。大丈夫、このモナドさえあればきっと撃てるさ。奴はそなたが倒した分身とは違う。そうやすやすと撃てはしないかもね。けどやるしかないだろ。前向きやね。とはいえシュルクは一度はテレシアとまみえている。なのになぜあそこまで決然としていられる。自信、いや信頼か。そう、シュルクはあの剣の持つ力に全幅の信頼を置いている。まあそうやね。あの剣、モナドと言ったな。そうか、
何何メリアさん、なんか悪巧みとか来たけ、もしかして。お出ましだぜ。さすが大恐竜だもん、でっかいもん。テレシアか、今こそ我が任務と中心たちの仇討ち果たさせてもらう。シルク、私が先制し動きを封じる。その隙に致命の一撃を頼む。メリア、うほ、やりやがった。やっぱり彼女、触媒もカートリッジも使わずにエーテルエネルギーをコントロールできるんだわ。そういう力を持った者がいると聞いたことはあるが、あの子がそれとはな。シルク、ライン、カルナ、メリアを援護するぞ。王座。はい。はあ、私の出番か。これでいいよね、いいよね、いいよね、いいのかな。よいしょ。よこ、こいつって戦闘とかすんのかな。あ、うん、レジストって出たね。思考なんとか中って今出た？あ、止まれ！止まれ！みんなの力を一つに。てかレベル36って高いじゃん。ほう。あ、連携来るよ。横にした時に。あ、でも大丈夫かな、思考的な意味で。読まれないよね。お願いします。あ、スロー美味しいよね。美味しい。転倒で、秘熱こんなナイス、ナイス。よいしょ、横アンドバックスラッシュアンド横。あ、もう一回横。なんか今のところさ、すごいさ、巨大な技使ってこないけど。うわ、なになになに、大丈夫？え、ベジータ様大丈夫？てか、なになに、あ、うん、なになになに、イベント？HP 半分になったからかな。おお。かっこいい。え、おいおいおい、何、ナメック星人な、またヒゲ生えたもん。いくらなんでもキリがねって。打ち込んだエーテルだもん、全く効いてないわ。くそ、なんて再生力だ。もう良いシュルク、やはりテレシアを倒すなど不可能だ。死んだ者たちのために危険を犯すなどダメだよ。メリア、君が失ったのは大切な仲間だったんだろう。その敵を討ちたいって気持ち、大切な人たちを失った悔しさ、僕たちにも分かる。こんな思いもう誰にもさせちゃいけないんだ。だからあいつは絶対に倒す。あいつの動きは僕が止める。その隙に君は最大級の一撃を食らわすんだ。シルク、行くよ。テレシアも思考を読むのか。な、今なんか出た？出てないよね。あのモナドの力で。あのモナド、あ、あのモナドの力で、力で。いけたかな。ちょっとあのさ、でかすぎてさ、あ、こうすりゃいいんか。でかすぎて頭が映ってないっていうね。てかまた最初からかい、さっきまでの。あ、そっか。あ、連携きた、連携しようか。じゃあ
私ダンバーさん、えお願いします。ミスって何、私、あ、なるほどなるほど、把握した。じゃあ守備にいる仲間たち回復で、あ、さっき専用ったっけ、はあ、ちょっとちゃんと見とかんとダメやね。あ、ん、ちょっとかなり今のはショックですね。まあ地道にチェーン貯めようか。私んとこ来ないで、私んとこ来ないで、ミスった。お、ラッキー。こういう時ってさ、なんかスピードとか上げた方がいいんかな。でもやっぱりあのあっちのために取っとった方がいいよね。ちょっと長くない、私に来るの長くない。よいしょ、バックスラッシュ、あ、来たかな。開けモナドよ、よいしょ。ベジータ様生きてー、あと スロー、あ、スロー行かなかった、スロー行ってない。超回復オーラって何、あ、ちょっと待って、あ、来た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 、はあ、で、あとさ、できれば今のうちにやっときたいチェーン来ない、あ、連携来た、よし、あ、大丈夫ね、大丈夫ね、今度こそ大丈夫だよね。エアスラッシュ来た、よし、オッケー。で、転倒、そんでもって亀裂、あ、あ、前もすっごいぼーっとしとった惜しい、よいしょ、当たったかな、当たってる、あとちょっとだよ、みんな頑張れ。エアスラッシュ、あとちょっと、あとちょっと、そろそろ来るかな、取っとこうちゃんと、あ、来た、やった、